皆さんこんにちは。引きこもりす劇場の時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームまみよさんよりいただきました。まみよさん、お便りまたまたありがとね。とても嬉しいですから。はい、本日はまみよさんよりご質問をいただいてますので、それにお答えしていきたいと思います。ではでは、そのご質問の内容ですが、じゃん、質問です。じんこ先生と松井彩さんは同一人物ですか。いないいないばあのエンディングに松井彩さんの名前があったので。でもツイッターのプロフィールには松井って別で書いてあるから違うのかな。別人物だったらすみません、といただきました。あー、なるほどなるほどなるほど、そうですね、さすがです。マミオさん、さすがですよ。よくお気づきになられましたね。では回答いたします。実は公式にそうしたことを発表してはいないのですが、ジンコと松井アヤは同一人物です。はい、そうなんですよ、同一人物なんですよ。マミオさんがご推察なさった通り合ってます。はい、その通りですよ。いやー、まあまあ、なんならもう一つ名前があった時だってあるんですよ。はい、三つ目の名前が、わあ、言っちゃった、言っちゃいました。わあ、これは忘れてください、お忘れください、お忘れください、それはお忘れください。あんまり僕がですね、いろいろ喋っていることを作者さんが知ってしまわれますと、僕の命が危なかったりしますから。はい、何せ作者さんはキャラクターたちにとっては神様ですので、何でもありですから。リスはいろいろ喋りすぎだから、もう明日からシマウマに書き換えてやるからとかなっちゃいましたら大変ですよ。はい、明日からシマウマになっていたらマミオさんだって嫌ですよね。いや、そうでもないけどとか言うのは勘弁してくださいよ。マミオさんも僕のことを気に入っていてくださると信じてますからね。僕が引きこもりすだからお気に入りになっていてくださると信じますよ。はい、それに引きこもしまうま劇場とか言ったらもう意味がわからないじゃないですか、意味が。まあそういうことも作者さんならやりかねませんけどね。あまりあまりそういうことも言ったら怒られちゃいますよ。ということでして、ナミオさんの中で解決いたしましたでしょうか。すっきりなされましたか。はい、ではでは、今日は僕からの一言を送りたいと思います。はい、お便り本当にありがとうございました。ではでは、本日は僕からの一言、どうぞ。作者さんはいろんな顔を持ってます。